はいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークです、えー、12月17日木曜日の朝です、えー、補正ヤショ12章もうそろそろ終わりですね、えー、12章です、えー、と12章はこうねなんですねヤコブヤコブがの話がねこうちょいちょい出てくるんですけども、えー、エフライムは風を食べていき いつも東風を追いまやかしと暴却とをましこえている彼らはアッシリアと契約を結ぶエジプトへは油を送っているで、ここもねあのパラレリズムが、えー「風を食べて生きる東風を追うと」と「アッシリアと契約するエジプトへは油を送る」ということでこうすごいリズミカルな感じでやるんですけども2節主はヤコブを罰するためにユダと言い争う」「ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いる」ということで「 急にヤコブが出てくるんですけどもまあこのヤコブイコールイスラエルヤコブっておられない、えー、名前を途中でイスラエルっていう名前にねあの変えるところが出てきますけどもつまりイスラエルをヤコブとしてこう捉えてこう話が進んでいくということでえ例えば最初ね3節彼は母の隊に届き兄弟を押しのげた」「彼はその力で神と争った」と で彼は見つかりと格闘して勝ったが勝ってないんけどね泣いてこれに願ったと彼はベテルで神に出会いそのところで神は彼に語りかけた、えー、ということでヤコブのこのストーリーがこうと並行しながらホステラ12章が進んでいきますとで一番大事なところはあですね56主は万軍の神 その呼び名は主あなたはあなたの神に立ち返り、主部ですね。誠実と公義とを守り、絶えずあなたの神を待ち望めと <laughs> あります。えー、待ち望め、えー、この待ち望めカーバーという言葉なんですけども、あの有名なところで言うとイザヤ書のイザヤ書の四十の三十三十一だったかな。イザヤ書のあの有名なとこ、四十の一番最後三十一。 えー、しかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができると走ってもたゆまず歩いても疲れないってここの主を待ち望む者はのカーバー主を待ち望め神を待ち望めと、えー、いうところですねで商人は手に欺きの計りを持ちしていたげることを好むということでエフ、えー、ライムは言ったしかし私は問うものとなった。 私は自分のたために財産を得た私のすべての金色の実は罪となるような不義にを私にもたらさないということで、えーまあ、7説の「あざむきの計り」っていうところでヤコブもちょっとねそのあざむきの、まあ、天才というかそういうところがありましたので、えーまあ、それもこうね関係あるのかもしれませんけども富むものになったと財産を得たと。 えー、このイスラエルもそうですね、あのー、繁栄してちょっとこう国が豊かになると神様から離れていくというそういう同じ共通点がありますと。9、え、節、ー、しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である」と「私は零細の日のように再びあなたを天幕に住まわせ,せよう」と。 私は預言者たちに語り多くの守るを示し預言者たちによって例えを示そうということでえヤコブそうねヤコブの話から今度この後モーセが出てくるんだよね13節主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから連れて上り一人の預言者によってこれを守られた」ということでですねこれモーセのことですねはい。 で、あ、そのまえ十二節ヤコブは荒野に逃げていき、イスラエルが妻をめとるために働いたと。彼は罪を妻をめとるために羊の番をした。十二節。まあちょっとこの辺ね、あのー、要はヤコブのストーリーをこう追っていきながら、えー、イスラエル、つまりヤコブのね別名イスラエルの えーまあ、裁きというかね、えー、イスラエルがいかにこうねあの神様から離れていったのかでまた、えー、神様に立ち返る立ち返るようにこう何な予言する言葉がここに書かれています。えー、ちょっと夜遅くなので何かこう歯切れが悪いですけども。 ということで、えー、ここにも大事なところがねこの六節の宗部、えー、立ち返りなさいと」と「カーバー待ち望みなさいと」えー「死を待ち望む者は力を得ます」というところにしときましょうかね。えー、あと1314と <laughs> もう今年も。 もっていうかあの補正野所も、えー、残り少なくなってきましたけども、ね、なかなかあの朝の、えー、ユースの <laughs> 朝の分かち合いの6時起きっていうのも結構きつくなってくる、ね、寒いしかもしれませんけどもねでもよく頑張ってねあのやってますよねうちわの話ですけども、えー、補正野所もそろそろ終わりになりますので、えーね、また。 みんなでね読んでいったらいいと思いますけどもはいということでそれでは今日はここまでにしたいと思いますそれではまたごきげんよう